はい、どうも不明だよです。今回ですけども、もうすぐ9000万ダウンロード記念セレクトボックスの、中の積む、この全26種類の積むの中で、めちゃくちゃ使える、積むを使っていこうかなと思います。はい、めちゃくちゃ使えるよ、みんなめちゃくちゃ使えるから、マジで。はい、ということで、その積むを使ってね、楽しんでいこうかなと思います。でその積むはね、結構自分動画にしてると思うんですけども、その一つの動画でコイン倍率がね、確か21倍来てたと思います。はい、全然稼げてないのに21倍来たという残念な、結果だったんですが、今回はそんなことがないようにプレイをしていきたいなと思います。どんなプレイだよ51倍が出ないようなプレイで、その積むなんですけども、どこにいるでしょうか。もうちょっとこっちか。ウォーターモアナさんでございます。モアナさんはですね、横ライン上に積むを消して、ライン上にモアナがボムに変わるというところで、まあ、横ライン消去をするんですけども、その中のモアナが全部スコアボムに変わるんですね。これがめちゃくちゃ強いで、めちゃくちゃ強いというか、まあ使える。はい、でスキルマックスだと必要積む数が8ということで、スキルがめちゃくちゃ回ります。なので、スキル回数のミッションとか、スコアボムのミッション、ボムミッション、では、超絶優秀となっております。特にスコアボムミッションでは、速攻で性能を持っております。はい、皆さん、まあ、スキルマ持ってない方多いかと思いますけれども、このスキルマのね、スコアボムの量、ぜひ見ていただきたい。ちょっとさ、1プレイ目は普通に5-4のみのプレイをして、2プレイ目ちょっとスコアボム何個貯まるか挑戦してみようかな、ということでやっていきましょう。で、コイン稼ぎとかスコアに関しては、めちゃくちゃ弱いと思います。はい、ミッションでめちゃくちゃ強い積むになりますので。で、ここに通ったのが全部スコアボム、うおへい、うえ。で、スキル発動数が8なんで、速攻で終わります。ただね、この横消去の時に、その、モアナが消えてしまうんで、そのスキルで、スキルループができないっていうのが一つ弱みかな。こういうのも、今の普通の、スキルだったらループしてるはずなんですけど、まあ、そこがね、一つ弱い点になるかな。これなんか10個ぐらい溜まるんじゃない？ 10個もいかんかとか。このスコアボムの量よ。でもスコアなしもね、多分割と優秀と思いますよ。なんだかんだ。優秀って言ってもまあ1000万、2000万はね、多分厳しいんじゃないかなと思うんですけど。タイムボム、ありがとうございます。うわぁ、10個ぐらい出たね。いいね。まあ見ての通り、まあ4000枚もいかないっすね。3000枚はいくかなぐらいの性能です。スコアボムをさ、貯める方法で言うと、やっぱ毎積むをひたすら貯めていくのが一番あれかな、手っ取り早いんかな。まあ最初はすぐに発動してしまって、でもスキル発動数8だからさ、そこで溜まるんですよね。だからそこまで
気にしなくてもどんどん貯めてしまえばいいような気はするんですが、はい、2876。あ、しかも5用のみで1000万超えましたね。全然強くね全然強くね。ミッション以外では、まあ、使い物になりませんというところですね。スコアボムの量を見ていただいたと思いますけど、あの量ですからね。ということで、ちょっとコインアイテム外して54ボム使ってスコアボム大量生産していこうかなと思います。最初ちょっと使って使いますか。これ使ってよし、これいいんじゃない。で、下に消えたんで、これ使うか。使うけど、あ、2個しか増えねえ。よし、3つあるぞ。もうちょっとしたこい。いいね、めちゃくちゃいいやん。あ、めちゃくちゃいいじゃん。もう無理だろ、さすがに。これ何個たまった？あ、1個スタボム。これあのコンボ数があのボムの数なんで数えなくてもいいじゃん。やったぜ。スターボムが1個あるんでマイナスしていけばね、いいというわけですね。結構たまったっすね、なんだかんだ。まあこれツムって45体いるんで半分以上変わってるっすね。22以上はたまって変わってる。30は変わってないっすね。20後半。あれ、ギリ30変わってない、変わってないよね。スターボムがスコアボムだったら変わってた。おお、30個変わってた。すごいじゃん。30変わってたよ。はい、という感じで、まあ、ちょっと変わったプレイをさせていただきましたが、盤面ほぼほぼスコアボムになりましたね。はい、まああれ以上はね、ちょっとね、上の方に積む隠れてたんで、なかなか難しいかなという感じでございましたが、まあモアナはね、かなり優秀なんで、皆さんぜひ、使ってみてください。まあ確か常駐だと思うんで、まあ、持ってる方多いと思いますけども、まあスキルマックスになるとスキル発動8という、激軽なのでめちゃくちゃ楽しいです。はい、そんな感じで今回はこれで動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは、バイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも